本日の企画、アザスを作りたい。いやらしい人です。トマシーソン、はい、どうも、愛坂の西と清海です。ということで、はい、本日東京に来ております。いや、空気が美味しい。めちゃくちゃ美味しい空気が。皆さん、このグランドね、もしかしたら見覚えがあるかもしれません。この有名な方々が使ってる大泉さくら運動公園でございます。神聖なグラウンドです。神聖なグラウンド。今日はですね、なんとスペシャルゲストにお越しいただいております。じゃん、じゃらん、じゃらららら。では早速、はい、スペシャルゲストに登場していただきましょう。はい、久保です。こんにちは、どうも、お願いします。どうも、お願いします。お願いします。ありがとうございます。アザスです。ありがとうございます。いや、もういつもね、見てるから、まさかのアザスさんが来ていただいて、まさかですよね、ほんとに。来てほしいけどね。まあ、このグラウンドはちょっとアイム、ね、アイム君のイメージあるけど、今日は一緒にね、練習をしていこうじゃないかということで。はい。じゃあ一応、企画名いっときますか。はい、行きましょう。本日の企画、じゃじゃん、アザスを作りたい。作ってくれ。はい、ということで、アザスさん、はい、なかなか今出れてないっていうことで、そうですね、ちょっとアザスさん、ぜひスタメンで頑張ってほしいということで、今日は一緒に練習して、まあ、アザスさんの守備力をね、強化していこうじゃないかと。ありがとうございます。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。はい、では早速やっていきます。おう。はい、じゃあ早速やっていこうと思うんですけど、はい、今日アジリティ、そうなんです。もうね、いろんなね、方からコメントをいただきまして、アザスはアジリティが弱すぎると。ああ、なるほど。で、そういうね、悩みを持ってた末に、このアザスさんが守備のコンテンツを届けていらっしゃるなんて、もう僕のためにあるようなチャンネルでしょ、これ。なんで今日はね、アジリティをね、はい、ちょっとご指導いただければと思っております。わかりました。じゃあ早速なんです。ちょっとアジリティって言ったら止まるって返して、はい、ちょっと最初走ってもらって、はい、止まるところ、そして切り返すところをちょっと見せてもらいたいな。あ、わかりました。ちょっといいですか。はい。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速ちょっとチェックをしようかなと思うんで、ここから走ってもらって、この黄色の線内に止まりましょう。じゃあ手がないから、はい、行きましょう。映像見ながらやっていこうかな。はい、ちょっと映像見ながらやっていこうと思うんですけど、はい、まあ、基本的に止まると切り返しが切れる。ああ、そうです。ただ相手がいない状況は切れる。いやー、確かに多分シグめっちゃ上手いよ。全然ダメやお前。相手が来た時にちょっと、はい、なんかここはもうしたなっていうところがあった。はい、返されたときに、このファーステップって言って、僕
僕はあの1対1の動画とかでも出してるクロスオーバーステップうまく使えてない。後ろ足を最後前に持ってきてほしいんですけど、これがちょっとやっぱり遅れてる。サイドステップの瞬間がある分やっぱり1対1で剥がされちゃう。だからそこのクロスオーバーステップをちょっと練習して、はい、それ身につけたら、まあ、1対1に到達するんじゃないかな。これやって1対1やっていこうかなと思います。はい、わかりました。じゃあすぐやっていきましょう。はい、じゃあ今日はちょっとこのチューブを使って、はい、あのやっていこうと思います。これあ、もちろんです。もうこういうのでこれをちょっと使ってやっていきたいんですけど、はい、まあ基本的に人がいない状況だったらめっちゃ急にだけど、まあ一回ちょっとこれで、はい、あの動きを確認して、はい、そのあとちょっと相手をつけてやっていこう。で、横向き、こうこうですね。で、自分がこっちに引っ張られるのに、はい、引っ張るのに対して、はい、足を、はい、持ってきてほしい。あー、なるほど。クロスを回して。あー、OK。で、ストップ。あ、ストップ。はい。この時によくある、はい、まあ小学生とか中高生でも多いんですけど、はい、切り返しって、はい、次どこに行きたいですか。ここに切り返したら、はい、次どっちに行きたいですか。こっちに行きたいですか。こっち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 が、はいはい、ってなった時にそこがやっぱりここで時間かかっちゃうと、だけどテンポを踏む数が多くなっちゃうので、ここはとにかくなるべく短い時間で切り返していくと、理想は、はい、2、3、こっちの足で、はい、Oh,
化すために常に体重も違う、体重も違うに体重も違うに体重も違う、体重も違う、体重も違う、はい、体重も違うに、そう、体重も違うに、そう、体重も違うに、なるほど、これ辛いね、これ結構きついです、普通トレーニングとしてもで、もう一個だけ言うと、はい、目線がやっぱりこう上下しちゃうと、その分このロスが生まれちゃう、切り替えた時もやっぱり高さが大事だし、普通に同じラストラスト、オッケー、これはいいトレーニングっすわまあちょっとこんな感じで、はい、あのステップやってもらいたいので、はい、じゃあちょっと次チューブなしで相手つけてちょっとやっていこうと思います、はい、オー、はい、じゃあ次はボールを使ってより試合に近い形でやっていこうと思うんですけど、今度は相手との距離だ、間合いだとか、さっきやったステップ両方練習できるトレーニング、ドジング、これ大学時代めちゃくちゃやった。これちょっとやっていこうか。オーケー、初めて聞いた。思います。西が攻撃側、はい、で、アタッさんが守備側で、スタートのこの間合いを常に保ったまま対応してます。で、スピード上がった瞬間、そう、クロスオーバーステップを使いながら、はい、っていうのをちょっとやっていく。オーケーです。手を伸ばしてもらって、はい、この距離感、フェリックのボールが触れるぐらいのこの距離感を変えないと、これで前に行かれた時に、はい、こうやって近くなるってことは抜かれる、なるほど、あと抜かれるってことはもう体入れるし、あと最後そこの状況だったら体入れてほしいんですけど、そこまではスピードそんなに上げてないと、そうそうそう、はい、オッケーいきます、はい、そう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 、あいい、めっちゃいい、あれはい、じゃあこれもやることは同じなんです、1個だけ動きを変える、自分が動きながら急に止まります、はい、止まったら場合をちょっとグッと、おお、はい、試合中ドリブルしていて、はい、ここで止まることになります、なるほど、これで前が開きすぎちゃうとシュッと相手が止まったらちょっと行きすぎるとよく、ね、前が遠くなりすぎない、止まった瞬間ちょっとボールを立つと、じゃあ行きます、はい、そう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 、オッケーオッケー、もう一回いきましょう、はい、はい、そう、はい、そう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 、オッケー、しんどいな、一回止まった、やらしい人です。はい、じゃあここまでちょっとステップと、まあ、あとはこの相手の間合いとか、はい、まあ、そういうとこやったんで、最後ボール使って実際1対1やっていきましょう、お願いします、はい、結構来てたね、ありますか、手が使えない、その通りだね、手を使うこと自体は別に反則でも何でも、いかにこの手をうまく使えるか、あれは本当に手を入れる、そうすると相手のスピードも緩められるし、なおかつ前に行って自分も前に、なるほどなるほど、
だから、かわされたら、手を入れて、と同時に体を。これちょっと意識して、はい、やってみましょう。OK です。今みたいに、はい、今ちょっと危なかったんですけど、でも手を入れてたから、前に入り切らせなかった。これプラス、入れる、入れる、はい、パンパン。ちょっとこの感じで、はい、行きましょう。はい、そう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 、わあ、グッド、めっちゃ良くなりましたよ。サンキューです。あざっす、グッド取られた。いやー、こういうことだったんですね。次がないです。よかったもう一回行きましょう。ちょっとまぐれかもしれない。もう一回、もう一回、あ、そう、離れない、離れない、あ、上げた、上げた、上げた、もう一回、お返しします。いいね、いいね、急に厳しい。ヒュッてやられた時もやられたと思った。もう一回行きましょう。はい。終わらせないっすよ。完璧には入れきれなかったけど、まあほぼ入れきって取ってたんで、よしとしましょう。あれ合格。はい、こんなしんどくなるんだ。この西井さんのおかげで私の改善点と2人のところが上がったので、本当にお世話になりました。はい、ということで、あざすさん1対1、今日指導していきました。このまま終わらないんじゃないかなって、ヒヤヒヤとしてました。結構、編集でどうなってるかわかんないけど、結構やりましたね。まあでも、いろいろ言ったのをしっかりとね、意識してやってくださって、この短時間でも成長は見えたのかなと。ありがとうございます。1対1はね、すぐ上手くなるもんじゃないです。ステップのところも積み重ねなんです。ぜひ、マキッタ、コウジロウ、ポジション取ってください。もう、取ったガツキにはこのハイサガのおかげだと思ってください。ウィナーズに呼んでもらってください。はい、ということで、はい、今回、アザスタに来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、今日のね、動画が良かったと思う人は、高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた、次の動画で会いましょう。アディオス。